場版東京 MER 走る緊急救命室に母親役で出演しております。鈴木亮平さんに教えていただけることがあって、新井恵理のチャンネル。皆さんこんにちは、新井恵理です。違う？違いますね。真央ちゃんの母親の新井恵理です。はい、友人からもよかったよと声をかけてもらいました。実は現在ですね、公開されております、劇場版東京 MER 走る緊急救命室に真央ちゃんという可愛らしい女の子の母親役で出演しております。いや、まさか銀幕に出られるなんて銀幕思いもせずこのオファーが来た時はもう驚きましたね。ちょっとドッキリかなって思うぐらいびっくりしました。うん、ドラマは何回かアナウンサー役ではあったんですけど、アナウンサーじゃない役はほぼないし、いきなり銀幕っすかしかも母親役みたいな感じで、まあ、去年の夏に撮影をして、そして今年の夏に公開っていう、夏前かに公開っていう感じなんですけど、いやすごい経験をさせていただきました。すごくいい作品で、私も試写会で見たのが1回目で、この間劇場にも行って見に来ている皆さんと一緒に見てみたんですけど、2回見てもやっぱり泣きましたね。ポロポロと。もうドラマ版も好きだったんですけど、そのドラマの回想シーンとかも含めながら分かりやすいし、それでいてこうなんか前に進んでるんですよね、物語がちゃんと。でその命の尊さとか、こう生死についてを考えさせられる、すごくこうハートウォーミングな物語で、ヒヤヒヤドキドキもするし、もう目が離せない、そんな作品です。なんかね、あれなんですよ、見ると泣いちゃうんですよ、その自分のシーンで不思議なんですけど、こうあの時の気持ちにフラッシュバックするんですかね。その役の中に一瞬でこう引き戻されるというか、こういう感覚は初めてで、普段の自分の仕事だと、まあ、生放送も多いし、生放送はその瞬間全力を注いでで終わり、まあ、思い出して反省するっていうのはありますけど、まあ、収録もの、バラエティだったりとか収録ものもやっぱり、まあ、放送自体がタイムラグがあるし、編集もされますけど、自分の感覚としてはそこにこう一点集中で終了っていう感じが多いので、そんなに、なんだろう、その時の気持ちに戻って心が動かされたりとかっていうことはなかったんですけど、やっぱり違うものになってるからこそのことなのかなって思いました。最初に飛行機事故があって、でそのパニックの中にいる母と子というシーンなんですけど、乱れてるんですよ見た目も全然普段と違う。いつもは髪の毛一本気になるところがないかなってこうやって整えて、メイクもできるだけ綺麗に整えて、こうなんか見ていただく人に気になる部分を出さないっていうのを念頭に置いてやってるんですけど、そのシーンはもうとにかく乱れてるので、全然そのこうあり方がまず違うなって思いましたね。そこが新鮮でしたね。傷もいっぱいあるし、なんか服も乱れてるし、髪もボロボロ、メイクもほとんどしてないような感じになってて、その状態でだからこそやっぱり役に入っていくっていうことはできるんだろうなと思いました。でも本当現場で監督の方をはじめ、主演の鈴木亮平さんにもいろいろ教えてもらって、
今何をしてるかよくわかんないんですよね。はい、じゃあ行きますみたいになって撮ってるんですけど、これはなんだろう、リハかなと思ったら違う角度から撮ってたりとか、あ、本番だったんだとか思ってまあ、あのリハでも手を抜いたということはないんですけど、今の本番だったんだみたいな、こうヒヤッとすることもありましたし、やっぱり勝手がわからない中でこう難しさはやっぱりありましたね。結構大きな声で叫ぶんですけど、その叫ぶ時に誰か助けてほしいっていうシーンで、誰かっていう時にやっぱりこう遠くに伝えたい、遠くに本当に誰か助けてほしいっていう時は、誰かじゃなくて誰かっていう風に声が伸びるという風に教えてもらって、その語尾を伸ばすっていうことも普段の仕事の中ではなるべくないようにないようにって心がけてることだったんですよ。なんかですよーって言わないようにしてるみたいな感じ。こう普段は言っちゃうけど、でも仕事ってなるとその語尾を詰めてすっきりさせるっていうことを、まあ、一応心がけてたので、その同じ仕事ではあるけど、そこをあえてこう違うようにするっていうのも、あ、確かに言われたらそうだっていう感じがして、難しいなって思いましたね。でもそういう細かいこと全部気をつけて気にして作り上げていくと、こうリアリティがよりあるものになっていくんだなって思ったので、すごいこう技術の結晶が映画とかドラマなんだなと思いましたね。同じシーンを別角度で 3,4 回撮ることってあるじゃないですか、先ほどおっしゃった通り、で俳優さんがすごいなって思うのが、同じ演技ができるじゃないですか。そうなんです。あの再現性ってやっぱ役者さんだなって思いますよね。ですね。どうしてそんなことができるのかなと思うんですけど、時を戻しているのか同じ感情になれば同じようにできるってことなのか。ああいう時なんかプロだなってなんか思いますよね。全てにはこう理由があるんだろうなと思うんですよね。その鈴木亮平さんにこうちょっとどうしたらいいかなって悩んでた時に教えていただけることがあって、娘が苦しそうにしていて、でそれをこう心配する母親なんですけど、心配っていう気持ちをここに置いといたんですよ、まず。なんですけど、さらにこう先生が来て、なんだろう、手術をするみたいになった時に、こういったものとかこういったものが大切な目の前の娘の中に入っていくっていうのは、お母さんは相当怖いと思いますよって、だからその怖さっていうのもその心配の上に加えたらいいんじゃないですかねっていうようなことを教えてもらったんですよ。優しいですね。そうなるほどって思って、なるほどって思って、すごくしっくりきて、それがで、だから お母さんもすごいその状況が怖い、娘が心配、なんか助けてくれるはずなんだけど怖いっていう気持ちを持って呼びかけたら、同じようにこう叫んでいることでもより気持ちが入っていって、もうなんか自然とボロボロ涙も出てきて、なんか目薬用意してもらったりとかしてたんですけど、目薬もいらないぐらい、もうどんどん溢れるぐらい涙がこみ上げてきて、その時のなんかこうお母さんの恐怖とかって想像もできなかったですけど、でもなんかそれを思い出すんでしょうね。だから今その時思い出してもなんか泣いちゃいそうになるし、映画を見た時もその時の なんだろうこの恐怖はみたいな、その怖い気持ちが思い出されてきて、すごいトラウマみたいな感じで泣きそうになるんです。泣いちゃうんですよ。役に入るってこういうことなのかなっていうのは少し分かったような気がしますね。役者っていうお仕事はハマっていくと面白いんだろうなって思いました。まあ今現在こう子供がそろそろ生まれてこようかという時期で、ああいった母親に
なっていくのかと思うとすごく感慨深いですし、うん、そういう意味でもこの時期にあの役をやらせてもらってすごく特別な大切なものになりましたね。まだ見てない人いますか？ねえ、いやぜひあれはちょっと家の画角よりも劇場の画角の方がより楽しんでもらえると思うので、はい、ぜひね、劇場に行って周りのみんなとその空気を共有してもらえたらなと思います。ぜひご覧ください。はい、ということでチャンネル登録、いいねもお願いします。